CR の SCB だけなんです。はいはい、これはですね N 番 E だっけ、 EN 番 N 番 E です。いいかね、はい、この車は、N 番 E です。まあ、商用車として非常に人気の今高い N 番の完全ウェブモデル電動自動車ですね。N 版もともと室内を広くして荷物の積載性を上げるために非常に効率のいいパッケージングだったんですけど、それだけに電気自動車にこうしやすい、例えばモーターをフロントに置いて、燃料タンクの代わりにバッテリーをフロアに入れる、そういったことが非常にしやすいということで、まあ、今回そのパッケージングを、ね、全然犠牲にすることなく、エンドバンをこう電気自動車にしたということで、しかも電気自動車としての使い勝手も非常によく考えられているので、走りながら紹介したいと思います。でまず電気自動車の部分なんですけど、バッテリーが約 30kWh ほどで、まあ、このフロアの下に入ってますね。で航続距離が、WLTC モードで 240km って言われています。だいたい今ここのメーターを見る限りは、200km 以上走れる、余裕で走れるみたいですけども、でモーターの方がだいたい60馬力ぐらいなのかな、ちょっと正確な数字は今はわからないんですが、トルクが160ニュートンぐらいあって、ガソリンの N ボックスのターボエンジンが最大トルクが106ニュートンメーターぐらいなので、N ボックスのターボよりもはるかに、この先右折専用車線があります、注意してください、 1.5 倍ぐらいですね、トルクがあるということです。まあ、電動車なのでその走り始めから最大トルクが出せるっていうところが、この先右折専用車線があります、非常に魅力だと思いますね。で積載量が350キロ積めるということで、まあ、350キロ積んで車の重さプラスでかなり重量としては重くなるんですけども、トルクがあるので、坂道でも登れるというような形になってます。で電源充電口っていうのはフロントに、200V、100V の充電口と、あと、まあ、チャデモの急速充電こうが備えてあって、前から充電するということで、サイドドアをスライドドアをこう開けている状態でも充電できると、左右どっちからでもスライドドアを使えるっていうね、まあ、業務用としてはそういうのは非常にありがたいと思いますね。であとはホンダコネクトっていうやつで、そのバッテリースタンドとかいろんなものの情報が非常に細かく表示でき設定できるので、まあ、それをスマホからもできるということで、まあ、今日仕事でどこを回るとかどこまで行くとか、その場合どこまで行くと充電器があるとかないとかっていうことも、分かるということで、非常にその電気自動車を業務として使う上で非常に使いやすい装備を持っているっていうことです。今バイクがずっと走ってきましたけども、愛用とか聞こえるっていうことは、つまりこの車非常に静かなんですよね、電動車なので。で
まあ、基本的にこういう商用車って、まあ、経済性を求められるので、ガソリンモデルでもそのターボ付きじゃないのが多いです。でそうなると、まあ、坂道とかね、発進時350キロ荷物積んでちょっとこうスロープを登る時なんかでもものすごいエンジン回して、音がすごい大きいわけですよね。で室内は遮音がほとんどされてないので、商用車は、室内は音がうるさい。で一方で外にいる人もものすごく排気音、エンジン音がねやかましいということで、例えば早朝の配送業務とかで坂道なんかだと、まあ、エンジン音で起こされちゃうっていうようなパターンが結構あると思うんですね。で最近スクーター、バイクも電動バイクがあって、早朝のその新聞配達なんかでもその静かに配達してくれるので、以前は新聞屋さんのスクーターの加速音で目が覚めちゃったりしたのが、今そういうのも減ってきたと。でこういうふうに、配送用のこういう電動車が増えれば、配送車が来てもやっぱりその想像しくないっていうところで、そこはね非常に市街地ユースにとってはありがたいですよね。あと深夜とか早朝とかね、そういう騒音を気にしないで使えるっていうところがありがたいメリットだと思います。あとまあこういう人通りの多いところとか走ると、まあ逆に音が聞こえないので、歩行者が気づいてくれない、そういったところはあると思うんですよね。車が非常に小さいのでね、軽自動車なので、遠くにいるとすごく他の車から見てなんかちっちゃく見えて、なかなか視覚に入らないとか、そういった時に、まあ、結構ガソリンエンジンでうなってうなりを上げて近づいてくると上がるんですけども、電気自動車はそこはこう静かすぎてなかなか気づいてもらえないということも起こり得るかもしれません。だからといってこうクラクション鳴らせないので、そのいわゆる電気自動車の走行音を、まあ、上手に出すっていうことができればね、市街地でも人混みの多いところでも使いやすいんですけども、積んでない状態なので、まあ、一番軽い状態、車だけの状態なので、ハンドリングも、まあ、軽々しいというか軽快さがあって、でもこれが350キロという大きな荷物を積むとなると、まあ、その荷物がどういうふうに動くか、そういったところで結構車の挙動に影響を与えると思いますよね。まあ、この車のその操作系としてはですね、このミッションのシフトセレクターがボタンプッシュ式になったということで、ガチャガチャやるやつがこうなくなったと。でパワーウィンドウのスイッチがここに集約されてて、まあ、操作系は結構一箇所にまとまってる感じです。でその分いろんな物置き場を、設置できた。ドリンクホルダー室についてたり、で実はこれ助手席ももちろんあります。今畳んであって、まあ長い荷物、大きな荷物を積み込めるようになってるんですけども、これを引き上げて、人が座る助手席にすることもできます。
ります。バリエーションとしては一人乗りとあとタンデムシートの2人乗り、あとこの車は後席もあって4人乗りになってて、まあいろいろな扱い方ができると思いますね。まあ、基本的にはその法人の業務配送向けなんですけども、最近はまあ個人でその趣味の車として、例えばここに自転車積んだり、あるいはオートバイ積んだりして、で加えてそのまあ、整備する道具なんかも積み込んで、まあ、サーキット行ったりとかですね、そういう趣味の車としても使えるし、まあ、サーフボードとかあとスキーとか、まあ、スキーになるとね、冬の雪の山まで行かなきゃいけないんで、市街地から行くってなるとちょっと難易度高くなりますけども、ただバッテリーに関してはその温度管理を非常にうまくやってて、冷感時でもそのバッテリーの孤立を落ちないようにヒーターで、バッテリーを温める、そういう機能もついてるみたいです。まあ、本当に力でこれ商用車の乗り味じゃないんですよね。今これ坂道登ってるんですけども、あのガソリンの商用車系のでこの坂を登るとすると、ものすごいエンジン音、あとこういう加速感はほとんど得られないですね。350キロ積んでたらもう動き出すのがやっとって感じになっちゃうと思うんですけども、これは本当に普通の乗用車と同じようにスムーズにぐいぐい登っていく感じがあります。これをあの荷物満載時でもね、ほとんど変わらない加速感が得られるっていうところで、電動車のメリットって本当にこういう車にこそまずね、一番あると思うんですよね。今世の中どちらかというとハイパワーなスーパーカーをね、電動化して、まあ、0100キロで3秒切るとか2秒切るとかね、0100キロ加速を良くして、あるいは最高速何キロで出るとか、そういう感じでやってますけど、それほとんど意味ないですよね。むしろこういうその実用車、業務用でその1日の走行距離がまあ100キロぐらいでも毎日稼働する、こういう車こそがね、電動化されていくとより環境にも優しくなります。バッテリーも30キロワットアワーなので、まあ、100キロワットアワーとかの大容量のバッテリー搭載車から比べたらね、環境負荷がバッテリー作る上でも非常に少なくなるし、いやこれはまあ本当にいろんな使い方できるので、趣味の車としてセカンドカーに欲しいぐらいですね。四輪駆動がちょっとないので、降雪自体はねちょっと厳しいと思いますけども、まあ夏場であれば山岳地域でもその登り勾配急なところでも多分すごく力強く登れるので、まあ、ことによってはこれギアをピックアップにしてね、軽トラの EV にしてもいいんじゃないかなと思えるぐらいの走りの良さ、力強さです。狭いとこ入ってきましたけども、車体デザインが非常にスクエアなので見切りが良くて、軽自動車はこういうところを走るときに便利ですね。いや見切りがいいし、車の大きさを全然感じないで、これで350キロ積んで走れるっていうのはないですよね。
宅配業の方とかね、あとはしごを積むような仕事の方とか、何でも積み込めますよね。でオプションも非常に豊富に揃ってるようで、そういったものをその自分の使い勝手、趣味、仕事に応じて、オリジナルの N 番 E をこう作り上げていくことができる。すごくすごくいいです。サスペンションはね、フロントストラットで、リアはトーションビームなんですけども、もともと N 番は軽自動車、ガソリン車もその商用車として350キロ積むようにできてるので、特にトーションビームなんかは非常にがっちりできてて、このカバンの状態だと少しトーションビームの方が重くて真似した重い感じがしますけども、でも荷物を満載にした時は剛性感が出て、安定してくると思いますし、フロントはスタビライザーが入っててね、フロント前輪駆動なので、こうコーナリングでトルクかけた時にも内輪の接地性を上げて車が乱れないように、そういったところはもうホンダ車として当然のクオリティも出せてあります。ということで、N 番 E、 ちょっとこれから少し高速道路も走ってみますけども、街中インプレッションでした。ヘッドレスト付きのモデルもあるんで、はい、今高速道路加速して流入しますけど、静かでしょ。これ普通の商用バンだったら、軽だったら音がうるさくて、走行ノイズはね、それはもうしょうがないですけども、そのいわゆる風切り音とか、タイヤのロードノイズとか、そういうのは入ってきますけども、エンジン音がね、しないだけでも全然快適性高いです。まあ、こんだけ静かだとストレスも減って、仕事で使う人もストレス減ってね、優しい運転になるんじゃないかと思いますけど、でその加速派の乗用車についていこうとして、軽の商用で加速するとものすごくエンジンバッてうるさいので、気分的にもなんか飛ばさなきゃいけない、ついていけないみたいな感じになっちゃうんだけど、この本当に力があってスムーズに加速してくれると、心にこう余裕が生まれて運転も優しくなると思いますよね。非常にストレスの少ない車です。動力性能に余裕があるっていうことは、そういう面では非常に
中と、まあ、高速道路が出しって電費の方が 6.6km/kWh ぐらいです。だからまあ 30kWh のバッテリーだとすると半分 180km ぐらい、 200km ぐらいかな、行くか行かないかぐらい、まあ、エアコンも使って街中と高速道路走って、そんなような電費ですけども、ただ今はね、荷物を積んでないので、これが350キロもし荷物満載してるならね、どのくらいまで落ち込むのか、まあ、それでも、まあ、例えば 5km/kWh だったとしても150キロは走れるって感じになるので、まあ、いわゆるその配送とか、あとはその行き先が決まってるのであれば、その範囲で考えれば、東京都内だったら往復で、東京都内の端から端まで、まあ、青梅の方とかね、東京の中でもこう縦に遠いところまで行っちゃうとあるんですけども、まあいわゆる東京23区内だったら余裕で行って帰ってくれますよね。あとその外部給電ができるので、行った先でその例えば電動工具を使用したりとか、そういったことも、まあ、可能っていうことを考えると、非常にビジネス商用としては使い勝手がいいなと思います。あとまあフルフラットにしてね、先ほどちょっと車の中で寝てみたりしたんですけども、非常に快適に、あとホットカーペットとか使えば冬でも寒くなく休めるんじゃないかなと思いましたね。まあ、なんか定年を迎えて老後一人でこう全国を車の中で車中泊したりしながら回りたいって言った時は、まあ、こういう車があって、その全国の急速充電施設を巡りながらのんびり日本一周なんていうのも面白いかなって感じさせてくれます。やっぱ高速道路でね、クルーズコントロールもついてますし、他の車の流れに全然余裕でついていけるので、商用の軽というストレスを全く感じることなく走れる。動力性能面では本当に不満のない走りを、体感することができました。以上です。